ですね、理算数理工学の第9回目の授業を始めていきます。で、今日が年内最後の授業になります。はい。そうですね。だから、今日が、ですね、なんか、回数がずれてますね。すいません。今気づきましたね。ここは8で、5、9ですね。だから、その後も、違ってますけども、今日9回目ですね。はい。で、年が明けた時は、1月5日が初めの授業になりますので、よろしくお願いします。はい。で、それでですね、今日は、戻りますね。この確率的離散システムの解析って話ですね。離散確率論の話を前回からやってるんですけども、今日はですね、いわゆるランダムグラフというものの話をしていきます。で、これはあれですね、離散確率論におけるすごく重要なトピックで、まあ、このランダムグラフの内容だけで多分1年ぐらい講義はできるんですけども、まあ、その中の1回分ぐらいの話を今日はしたいと思います。はい。それで、まずじゃあランダムグラフっていうのはどういうものなのかってことを紹介していきます。ランダムグラフとはですね、確率的に生成されるグラフで次のいずれかを指す。確率的に、一つ目、確率的に生成された一つのグラフ。だからあるいは、先に、あるいは、グラフの集合上の確率分布ですね。だから確率分布のことをランダムグラフっていうこともありますし、その確率分布から、取られてきたサンプルですね、標本のことをランダムグラフっていうこともあります。で、これはですね、場合によってどちらを指しているのかってことが違ったりして、それはまあ、ややこしいことを、生じさせたりすることもあるんですけども、この講義ではね、この講義では、その下の方ですね、グラフの集合上の確率分布というものをランダムグラフだと思っていこうと思います。で、どういうことなのかっていうと、いろいろですね、その確率分布の定め方はあるんですけども、今日紹介するのは、その中でもまあ一番考えやすいか単純な話です。で、それはですね、L デシュとレニーのランダムグラフと、まあ、呼ばれたり、L デシュレニランダムグラフと呼ばれたりするようなものです。で、どういうことかというと、まずですね、この、確率分布では、2つのパラメーターをはじめに、あらかじめ決めておきます。で、それは、頂点数を表す N という、まあ、自然数と、変確率というふうに呼ばれる P という実数です。P は0以上1以下だとします。まあ、確率というものを表すので、まあ、そういうことだとしておきます。でですね、今、この下にその例を書こうとしたんですけども、まあ、N が5で P が2分の1の場合、どういうことになるのかってことをやっていきます。で、N が5なので、これ頂点数5ですね。ここに今5個頂点があります。で、この P イコール2分の1というこのパラメーターに従って、グラフを作っていきます。その確率分布に沿ってグラフを作っていくんですけども、どうやって作るかということをまず言います。どうするかっていうと、2つのですね、頂点があって、1番と2番というのがあって、この間に辺があるかないかということを確率的に決めていきます。確率的に決めていきます。で、その確率が2分の1です。2分の1の確率でその間には辺があり、2分の1の確率でその間には辺がない。いかがでですね。P の確率で辺があり、1マイナス P の確率で辺がない。ということをします。じゃあ、例えば、だから、まあ、この場合、例えば、まあ、コインを投げるわけです。で、まあ、表が出たら、1と2の間に辺を引きましょう。裏が出たら辺を引きません。という形にするわけです。で、例えば、まあ、コイン投げたら、表が出たので、じゃあ、ここは辺を引きましょう。という感じにします。で、同じことを他のペアにもやってきます。ペアって例えば、じゃあ1と3の間、どうでしょうと言われて、またコインを投げるわけです。で、コイン投げて、この場合、裏が出たら、辺引きませんというふうにすると。で、同じようなことを、じゃあ1と4の間もやりましょうと。じゃあ、コイン投げたら、裏が出ました。で、辺引かないと。じゃあ、1と5の間もやってみましょうと。で、コイン投げたら、表が出ましたと。言ったら、辺を引くということをするわけです。で、他にも、2と3の間や、
3と4の間とかっていうことたくさんあるんですけども、そこでも一つ一つ独立にコインを投げていって、最終的に、辺がある場所とない場所が決まるということになるわけです。で、このようにして、確率的に一つ、頂点数が5のグラフ、頂点数が N のグラフというのが一つ作られるというわけです。で、このような、まあ、確率分布のことを、エルデシュレニのランダムグラフと呼びましょうということにします。で、もう少し今言ったことをちゃんと定義するんですけども、ここまでいいですか？はい。ありがとうございます。で、じゃあ、ちゃんと定義しましょう。あ、そうか、まず、そこを言います。このようにして、この一つグラフが得られたんですけども、このグラフは、その、n が5、p が2分の1のときには、ここに書かれている2分の1の10乗という確率で得られます。なんでかっていうと、その今考えた、その、ペアの数というのが、ちょうど10個あるわけですね。で、その各ペアに対して、この辺があるかないかってことを2分の1の確率で定めたわけです。だから2分の1の10乗という確率でこのグラフは得られます。この確率分布から、捉えてくるということになるわけです。で、じゃあどのようにちゃんと計算かというと、今後ですね、この白抜きの GNP と書いたら、このエルデシュレーのランダムグラフという確率分布を表すことにします。で、まず、実数 P と正の整数 N を考えます。先ほど P と P の範囲を0以上1以下としましたけども、P が0であったり1であったりすると、ちょっと、今後の話の中で、やばいというか、困る場合があるので、0と1はちょっと除外しておくことにします。まあ、除外しなくてもいいんですけども、今後の話のために除外します。で、これですね。この GNP というのは、頂点 N の向こうグラフ全体上の確率分布で次を満たしたものとします。で、どういうことかっていうと、各2頂点組、先ほどペアと呼んでいたものですね。UV に対して、UV が辺である確率が P であるということにします。で、この、辺があるかないかという確率というか事象というのは独立である。変確率は互いに独立という言い方はできませんね。その変があるかないかという事象が互いに独立です。はい。というふうに定義します。だからまあこの P によっても、この確率分布、まあ変わってくるわけです。はい、一応書いてますね。この、一応書いてて、この変確率が互いに独立と言ってしまいましたけれども、まあこれはその変があるかないかという、変があるという事象が互いに独立ということで、それは、例えばここに書いてあるように、U1、V1 が変である。かつ、点点点、UK、VK が変である。という事象が独立であるので、このかつというのが、かつの確率が、その確率の積で置き換わるというわけです。まあ、そのように書けるとですね。で、一つ一つのこの確率は P ですから、この P が K 個並んでいれば、その、この確率というのは P の形状になるというわけですね。だからその K 個の、ペアがあったら、その K 個のペアの間に、すべて辺があるという事象が起こる確率は P の形状ですということになります。はい。これは独立だということの意味ですね。はい。よろしいでしょうか。この独立じゃない場合を考えたり、この独立であるってことをちゃんと書かないと、今後の話に成り立たないので、そこちゃんと書いておきますね。はい。で、エルデシュとレニーっていうのは、人名で、まあ、そのエルデシュとレニーの論文で、まあ、初めて定義されたんですけども、まあ、同時期にギルバートという人も定義してて、まあ、そのギルバートの名前も付けて、エルデシュ・レニー・ギルバートとか、のランダムグラフということもあるかもしれませんけども、大体多くの場合にはエルデシュゲリンのランダムグラフということが多いです。で、これを今日は扱っていくということになります。で、先ほどのですね、まあ、これまた例ですけども、そのま、これ確率分布としてちゃんと書いてみるとこんな感じになります。今、N が3の場合。N が3の場合っていうのは、頂点数が3の場合ということですけども、頂点数が3の向こうグラフをここに今全部書いてます。で、頂点数が3の
向こうグラフっていうのは8個あります。8個というのは、そのペアの数が3つらですね。1、2、1、3、2、3と3つあって、その3つのそのペアのところに辺があるかないかという全部の場合を考えると、これはまあ2の3乗個ですね。グラフがあるということになります。で、気をつけてほしいのは、例えば、この図で言うと、この真ん中のですね、この1と2の間に辺があるようなグラフと、1と3の間に辺があるようなグラフ。この2つは見た目上同じように見えますけども、この2つのグラフは違うグラフであるというふうに見なしています。ですね。1と2の間に辺があるのか、1と3の間に辺があるのかというところが違うわけですね。ですか。だからこの2つは違うグラフとして扱っているので、それは注意してください。はい。で、この8個のグラフがそれぞれどういう確率で得られるのかというと、それを書いているのが、まあ、この図で、例えば、今書いたですね、この1、2の間に辺があって、他のところに辺がない。で、グラフは、この確率分布、FDSLのランダムグラフにおいて、どういう確率で得られるのかというと、辺が1個ありますね。だから1、2の間に辺があるという事象が起こる確率は P です。P ですね。で、他のですね、1、3と、2、3の間に共に辺がないということが起こる確率は 1-p の2乗になるわけです。いいですか？だからその積が、この確率が、このグラフが得られる確率になります。p×1-p の2乗ですね。いいですか？だからより一般的に言うと、この辺の数が m の時ですね。辺の数が m の時に、その辺の数が m であるようなグラフが得られる確率というのは、p の m 乗かける 1-p の n チューズ 2-m 乗になります。ですか。この n チューズ2っていうのは、n チューズ2っていうのが、その考え得るペアの総数ですね。だから、m 個辺があるんだったら、n チューズ 2-m 個、辺のないペアがあるというわけです。いいですか？だから、辺があるところ1個1個は、その辺が起こっている確率、ある確率が p で、辺のないところは、その辺がないという事象が起こる確率が 1-p になっているわけです。で、独立性からその積が、そのグラフが得られる確率になるということになります。よろしいですか？いいですか？あんまり難しいことをまだやってるつもりではないので、ここで、脱落してしまうと、もうこの後全部脱落なので、いいですか？はい。で、まあ、こういうものをか考えていくということになります。で、じゃあ、簡単な、その、単純な性質、その、エルデスレミのランダムグラフの性質を、見ていきましょう。頂点の次数といったら、まあ、これ複式ですけども、頂点の次数といったら、その頂点に隣接する頂点の数のことを指します。で、以後、レグ、V と書いていくことにします。ではですね、ここですね。性質。GNP では、GNP っていうのは L デスリーのランダムグラフですね。任意の頂点 V に対して、これが成り立ちます。で、何かというと、その頂点 V の次数の期待値は N-1×P ですと。ことですね。これはですね、これ先ほどの例ですね。先ほどの例です。これ図を書いててよかったんですが、先ほどの例見ますね。後で戻ります。頂点1の次数の、期待値を考えましょうと。でそうするとちょっと戻りますけども、じゃあ、この中で、頂点1の期待値、頂点1の次数が何なのかと、これ全部書いていくと、頂点1ってこれここですね。頂点1。ますね、頂点1の次数を全部ここ書いていくと、左上からここは0ですね。隣接する頂点ないですから。1に。で、2つ目のグラフ、この頂点1の次数は1。まあ、まず書いていきましょうかね。先に。2、1、1。ですね、こんな感じになりますね。いいですかね。例えば、その、ここですね。右下のグラフは、頂点1に隣接する頂点が2つありますから、頂点1の次数は2になります。ですね。こんな感じです。で、この、0、1、1、0、これがその次数ですね。で、この数値に、この
実数が起こる確率っていうのをかけて足したのが期待値ですね。で、確率はここに書いてあるようにもう分かってますから、それかけて足していくわけです。で、足すと次のページのここに書いてあるような計算ができます。で、まあこれ頑張って計算すると 2P になることが分かります。まあ、これ頑張って計算してるんですね。まあ、これは、頑張って計算してるんですけども、で、この頑張って計算するっていうのをやるわけじゃなくて、もう少しは賢く計算をしようと思います。つまりですね、この計算をしようとすると、まあ、これもあったから、これ定義通りに計算してるんですけども、それよりも、前回紹介したような、表示確率変数を使う。ちょっとよくましょうかね。表示確率変数。という手法の方が計算が圧倒的に簡単なので、これをまずまた復習がてら紹介することになりますね。この上のこの例の計算は、これは定義通りに、計算するという方法でやってるわけです。でもちろん、その定義通り計算しても、この性質ですね。この次数の期待値がこうなるということは導けるんですけども、それよりも、この表示変、確率変数を使った方法の方が簡単なので、まあ、これを今から紹介していきます。何をやろうとしてるのかってことはいいですか？じゃこれやっていきますね。何をするかというと、ここでその表示確率変数という XU っていうのを考えるんですけども、じゃあ先にそれを紹介しますね。任意の頂点、その、V 以外の任意の頂点に対して、XU という、表示確率変数を考えます。今、考えている状況っていうのは、どういうことかっていうと、V という頂点があって、それ以外にこうたくさん、ちょっとここを今、実践に書いてあるのよくない？たくさんこう頂点が V 以外にあるわけです。こうですね。で、この、V 以外の頂点 U っていうのを1個取ってきて、この U と V の間に、辺があるのかどうかってことを考えます。辺があるかどうかとか、まずちゃんとまず言わなきゃいけなくて、この確率分布に従って、一つまずグラフ取ってきます。G。取ってきます。今こう G ってグラフ今取ってきたと。で、そこにおいて V に、V 以外の頂点 U と、V を見て、その V と U の間に辺があるかどうかってことを見ます。で、それを表しているのが、この表示確率変数 XU です。で、XU は、その U と V の間に辺があれば1であって、辺がなければ0であるというふうな形の確率変数です。確率変数。だからこれは、その G というサンプル、標本が異なれば、この XU の取る値も変わっていくっていうわけですね。例えば、ちょっとこれ消すのかと。今この、U と V の間に、V と U1 の間に辺があれば、XU1 は1になります。で、まあ別の頂点 U2 があって、U2 と V の間に辺がなければ、XU2 は0になると。まあ、こんな感じになるわけですね。で、こういうような変数を考えると、確率変数を考えると、V という頂点の次数は何かというと、それは、V に隣接している頂点の数ですから、これは、XU1 とか XU2 とかってこの確率変数の割になります。それが書いてあるのはここですね。ですか？今、その、deg V ってこの V の、次数っていうのはこれ確率変数なんですね。で、この確率変数が今、作った表示確率変数の割になって書けるというのが重要です。ですか？じゃあですね、この辺があるないっていうのがどういう確率で起こるのかというと、それは NJ3D のランダムグラフの定義から UV が辺である確率は P になります。これ辺確率と言っていいと思うんですね。辺がある確率です。で、ここまでの情報があると、もうこれで、この DEGV の期待値わかります。なぜかと。それは期待値の線形性を使うんですね。次のページです。今、この、
次数の期待値は、今この次数が何だったかというと、それはこの表示確率変数の割りかけるというふうに言ったわけです。そこで、期待値の線形性を使うと、この和が期待値の線形性を使うと、この和が外に出せます。ですね。そうすると、何かというと、この、じゃあ、この XU の期待値が分かればいいわけです。で、XU 何だったかというと、もう一度言うと、XU は1か0っていう値を取るんだけども、1となる確率は、その、U と V の間に変がある確率だから、これは、1となるのは、確率、P で起きて、P となるのは確率1マイナス P で起きます。ですか。だから、XU、の期待値っていうのは、1かける P プラス0かける1マイナス P になります。ですね。これは、その、期待値の定義ですね。ちょっとこれ P ですね。計算すると。いいですか？だから今、この下の式で言うと、ここの部分、これが P です。いいでしょうか。じゃあ、この和の中身は、これ全部これ P なので、これ P を何倍かしてるわけです。P を何倍か足してるということになります。で、何回足してるかっていうと、それは V 以外の頂点の数分だけ足してるということになります。あ、スモール V ですね。で、このグラフは全体で頂点を N 個持ってますから、V 以外の頂点の数ってのは N-1 になります。だから N-1 かける P というのが、この計算したかった V の次数の期待値になるという形で証明が終わります。よろしいでしょうか？いいですか？だから、その、これは、その、どの頂点を見ても、その、頂点の期待値は、N-1 かける P になると。ですね。はい。で、これ前回やったんですけども、じゃあ、この、頂点の次数が、N-1P になるっていう、期待値ですね。期待値が N-1 かける P になるってことを今言ったんだけども、我々割とですね、その、このランダムグラフっていうのを、まあ、抽出、標本として抽出したときに、その、標本が、この標本において、この次数が期待値に近いってことを割と、まあ、期待するんですよね。で、それが本当に、起こるのかどうか、正しいのかどうかってことをちょっと確認したいと思います。つまり、この次数ですね、V の次数っていうのが、N-1 かける P という今の期待値ですね。期待値の周辺に集中するのか。ってことを、これ前回もやった点の不浄解の技法を用いて、確認したいと思います。だから、ま、これ前回やったことを、ま、そのままもう一回やるような形なんですけども、一応前回の復習も兼ねてると思って、もう一回やってみます。で、何かというと、例えばですね、この、レグ V ですね。V の次数が、2かける N-1 かける P。これつまり、2かける、V の次数の期待値以上になる確率は何でしょうと。だから、期待値の2倍以上離れる確率はどれだけでしょうということを考えましょうということをやってみます。で、その前回やったこのチェルノフ条件の技法って何だったかというと、今この2つの、まあ、数値という確率変数の数値ですね、の大小を比べてるんだけども、それをこの2の方に乗せて指数関数として比較しましょうということを考えるところですね。で、これをやるっていうのがあります。で、この最後の不等式、これはマルコフの不等式でした。で、マルコフの不等式、やっぱり忘れてるかもしれないので、何だったかというと、皮膚。あ、そう、皮が書けないなって思った。皮膚値確率変数Z と、実数、正の実数ですね。正の実数 P に対して
何が成り立つかというと、z が t 以上である確率が、t 分の z の期待値以下。で、こういう形だったものが、これはマリコフの不等式ですね。で、今何をやってるかというと、この、z に対応する部分が、この2の、次数上ですね。対応していて、ちょっと色が足りないんで、ちょっと色変えると。で、これですね。t の部分が、この2の2の n-1 p 上対応しているということですね。それで、今、これは、ただ単に、このマルコフの不等式を適用しただけですね。z。いいでしょうか。ということで、この最後の式、これ何いたします。何いたします。で、じゃあこの最後の式における、この2の、次数上の、期待値、これ何でしょうということを、これちゃんと今から考えるわけです。で、考えてみます。で、これを書くとこんな感じになりますね。で、今ですね、この次数っていうのは、先ほど言った通り、XU の和だったわけですね。ちょっと文字書くと、で、グ V は、U が V マイナス V から取られる XU の和であると。そうでしたね。で、これはその2の肩の部分に和があるので、この和をバラバラにすると、ここ積になるわけです。ですか？ですか？積になります。で、ここで重要なのは、2XU は、XU はってことですね。ただし u は v マイナス v から取られる。で、これらは、互いに独立です。互いに独立なので、互いに独立であるということから、この、期待値の、積の期待値っていうのは、期待値の積に、書き換えることができます。ここは、その、確率変数が独立であるという条件を使います。先ほど期待値の線形性を使ったところでは、独立性使ってません。期待値の線形性っていうのは独立であろうがなかろうが正しいんですけども、この積をバラバラにするときには、この独立であるという条件を使う必要があります。そうすると、こうなるわけですね。で、これ多分次のページ書いてあるので、これ、いきます。こうですね。で、そうすると、この2の XU 上の期待値が分かればいいということになります。XU っていうのはもともとどういう確率変数だったかというと、これは1が0という値を取っていて、1を取る確率は、これ、with probability ですね。p で、そうじゃない、0となる確率は 1-p だったわけです。なので、2の XU 上という確率変数は、確率 p で2の1乗になって、確率 1-p で2の0乗になります。ですか。つまり、この期待値というのは、2の1乗かける p プラス2の0乗かける 1-p になります。ですか。で、これ計算するわけですね。計算すると間違えちゃいけないのは、2の0乗っていうのはこれは1です。ですね。だから、これ間違いやすいんですけども、これ間違えないでちゃんと計算すると、これは1枚、プラス p かな。なんか間違ってそうだと怖いんですけど、1プラス p になります。これは1プラス p の積になるわけですね。1プラス p の積になります。で、何個の積かっていうと、v 以外の頂点の数 n マイナス1ですから、その n マイナス1乗ができます。よろしいでしょうか。で、これで、ここのマルコフの不等式を適用したところの分子が、分かったということになります。いいでしょうか。で、これちょっとじゃあ入れてみると、こうなりますね。入れてみたらこうなります。そうするとこれ整理すると、4の p 乗分の1プラス p の n-1 乗になります。なんでしょうね、この4の p 乗分の1プラス p。ちょっとなんだかわかんないですね。ちょっと次のページ行ってみましょうかね。あ、行かなかったですね。行かなかったですね。いかなかったんで。じゃあ、例えば、これ、p を2分の1とすると、
1プラス P 分の4の P、あ、違う、4の P 乗分の1プラス P の N-1 乗っていうのは、これは、何でしょうね。4の P 乗の P が2分の1乗とか、これは、分母は4の平方根の差が2になりますね。1プラス P は、これは2分の3かな。ですね。だからこれ N-1 乗です。ってことは、ちょっとこれ下に行きますと、これは、4分の3の N-1 乗ですね。こんな感じになります。そうすると、これは、N を大きくすると、これ0に収束するわけです。ですかね。だから、何を言ってるかっていうと、なんだ、次数が期待値の2倍以上になる確率というのは、N を大きくすると、0に収束しますよと、言っています。だから、まあ、これをもって、この、V の次数が期待値の周辺に集中するというふうに、まあ、言ってると言われます。質もそのなんか指数関数的に集中しているという感じですね。で、今これ P が2分の1の場合しかこれやってませんけども、まあ、P がというかこの、4の P 乗分の1プラス P が、1未満になるような P だったら同じような結論が必ず言えます。ここまでいいでしょうか。まあ、結論としては、その、今、エルデシュ・レニンのランダムグラフにおいて、頂点の次数の期待値を求めて、さらに、その、期待値の周りに次数は集中するということを、チェルノフ条件の記法を用いて証明しました、という形になります。はい。じゃあ、2分ぐらい休憩して、次の話題に行きたいと思います。次の話題というのが、このランダムグラフ、力値現象という話になります。じゃあ、2分休憩します。2分休憩するための準備が。はい、じゃあ2分休憩します。はい、それでは再開したいと思います。よろしいでしょうか。ですね、今、紹介したのは、まあ、エルデシュ・レニのランダムグラフがどういうものなのかっていうことを、まあ、簡単に紹介した感じなんですけども、まあ、今日の本題はここからで、力値現象ですね。力値現象っていうのは存在するっていうことを紹介していきます。でですね、ランダムグラフに関わる力値現象、今いろんなものがあるんですけども、今日紹介するのは一番簡単なものだと思ってください。ただ、まあ、簡単なものなので、まあ、割とつまんないかもしれないんですけども、まあ、それで、なんだろうな、エッセンスというか、まあ、こういう味わいがあるんだよってことを、まあ、ご紹介したいということになります。ですね、
何をするかっていうと、このランダムグラフが孤立点を含む確率っていうのを今から考えていきます。で、孤立点というのは何かっていうと、次数が0の頂点のことです。次数が0の頂点のことを孤立点と言います。で、今からやるのはこの例題ですね。エルデッシュとレニのランダムグラフにおいて孤立点が存在する確率を計算せようと。例えばですね、先ほどの N が3の場合、言いますね。この中で孤立点が、存在するグラフは、どこにあるかと言われると、これはですね、これですね。これ、これありますね。これもありますね。この4つなんですね。この4つのグラフは孤立点を持っています。なんでかっていうと、ちょっと色変えますと、あ、グローバーこれはちょっと、聞きましょう。これが、今、この孤立点には色つけます。これ孤立点。これ孤立点。孤立点。孤立点。こんな感じですね。で、下の4つのグラフには孤立点がないという感じになるわけです。ですか。で、じゃあこの孤立点が存在する確率は何かっていうと、この4つのグラフが得られる確率を足せばいいわけです。足せばいいわけです。ここですね。で、実際またしてみると、1マイナス p の3乗プラスで、あとの3つのグラフの確率は全部同じで、3かける p の1マイナス p の2乗ですね。まあ、このように。で、まあこれ計算するんですけども、まあ、1マイナス p の2乗はこれ共通するんでくくると、初めの方は1マイナス p が残って、後ろは 3p が残ると。こうですね。ってことで、この1マイナス p の2乗をかける1プラス 2p が出てくるということになります。でですね、これ今こう計算したんですけども、これ n が3の場合これですね。で、n が4の場合、n が5の場合っていうふうに、まあやっていきたいんですけども、この確率を、まあ厳密に計算するのは割と難しいです。実は、やってないんですけども、やってないというのは、実際やってないので、どれが難しいかわかんないんですけども、多分難しいです。なので、そうじゃなくって、ここに書いてある通り、N が無限大になったとき、なるとき、無限大に、なんていうんだ、N を無限大に飛ばしたときに、この確率はどうなるのかってことの全近的な振る舞いを考察します。この全近的な振る舞いを考察するというのが重要で、下に書いてありますけども、全近的な振る舞いの方が粗い情報なので考察しやすいんですね。だから皆さん、そのなんか極限を取るときっていうのは、まずなんか正確に計算をしておいて、その正確に計算されたもののなんか N を無限大に持っていくとどうなるのかってことを考えるようにしているかもしれませんけども、それはどちらかというと、難しいことをやってるんですね。難しいっていうのは、だから、いわゆるその一般項みたいなものを求めて、その一般項の N を無限大に持っていくっていうのは、なんか、難しいことやってるわけです。難しいことやってる。だから、本来はその極限を計算するんだったら、一般項いらないわけですね。一般項計算しなくても、極限を求められる場合っていうのは、たくさんあって、で、まあ、そういうことをした方が、割といろんな議論は簡単になります。一般項を求めるのは難しいんですよ。この講義の前半でも。やってますけども、大変なんですね。だからそういうことやらずに、全近的な振る舞いだけ考えます。じゃあどうやってやるのか。あ、そっか、その前に、実際シミュレーションしてみましたとお見せするんですね。やっぱりこの確率のことを考えるときはですね、一旦そのシミュレーションしてみるというのは重要で、これやってみましたと。で、何かというと、これは何ですか？横軸が p って言うんですね。横軸が p。この確率を 0.0 から 1.0 まで動かしました。横軸はね。動かしました。で、各 p に対して、1000個、ランダムグラフを作りました。その LSA のランダムグラフという確率分布から、1000個、グラフを作って、その1000個のグラフのうちのいくつが孤立点を持つのかってことの割合を、さじ線に書いてます。例えば、ここら辺ですね。この点。この点は何を言ってるかっていうと、これ緑色の線なので、緑色の線は N が10の方ですね。N が10頂点のグラフで変異確率が 0.4 のものを1000個作ったら、その1000個のうちの100個ぐらいのグラフが孤立点を持ってました。ってことを実際にやったとですね。で、このグラフの、傾向はどういうふうになったかっていうと、N を、そうですね、これですね、N を10から100まで10ずつ動かしました。で、動かして、その N の値を大きくすれば、それほど、このグラフは左に寄ってきます。
左に寄ってきます。で、どのカーブもだいたい、この線のところから、スワッと落ちて、最終的にこの中、ゼロに行くのは、今度はこういう曲線になっていると。ことですね。で、P が0の時に、P が0の時に、なんで、この線のところに行ってるかっていうと、P が0ってことは、辺が1個もないわけです。辺が1個もないわけだから、P が0の時には、得られるグラフは一通りしかなくて、そのグラフというのはどこにも辺がないグラフです。だから全ての頂点が孤立点になっています。だから、そういう場合には、1000個サンプルを作っても全部孤立点を持つグラフになっていて、1000のところ値が一定ということになります。一方で、変確率が1の場合ですね。変確率1の場合には、この、値っていうのは、縦軸の値ですね。縦軸の値でもみんなこれ0になっています。つまり、得られたグラフは必ず、得られたグラフはどれも孤立点を持たないということになるわけです。それは何でかっていうと、変確率1なので、どのペアの間にも変が存在することになります。ですね。だから、孤立点0になるということになりますね。だから、この線のところから始まって、0から1に P が動くときには、この線から0に落ちていくんだけども、その落ち方が問題で、落ち方があるところを境に急激に落ちるような感じになっていく。その急激に落ちていくって落ち方っていうのが、この、N を大きくすれば大きくするほど、なんだろう、急になるということですね。ってことがこう、見て取れることになります。で、こういうことが起きるんだってことが本当なのかってことを数学的に解析したいと。ということになります。で、まあ、先に、まあ、結論というか、こういうことを今から証明してきますよということを言うんですけども、それが次のページです。今から証明するということはこれです。何かというと、まあ、N が無限大に行くときですね、の話をするんですけども、先ほど言ったみたいに、このカーブは、はじめ1から始まって、なんか0、0に落ちてきます。落ちていくんですけども、その落ちる落ち方っていうのは、あるところを境にして急激に落ちるって形になります。で、そのあるところっていうのは、n-1 分のログ n です。ログは自然対数のログですね。ln ですね。で、先ほどの図を見ると、この、p が0から n-1 分のログ n に至るところが、こんなにその、一のところで、止まってるようには見えなかったなって気がするわけですね。ちょっと前のページ戻りますね。この部分ですね。あんなことが止まってるような感じをしなかったかもしれませんけど、これなんでかっていうと、その境目になる値っていうのが N に依存するからです。だから、ちょっとここは、なんか、矛盾があってある意味で、N を無限大に持っていこうとしてるんだから、そうするとこの n-1 分のログ n っていうのは本来これ0に行くわけですね。これ、n を無限大に持っていくと。0に行くわけです。だけども、その n が無限大に行く途中の、そのあるところを見てみると、この急激に変わるっていうところが n-1 分のログ n のところに現れてくるということだと思ってください。だから最終的に n が無限大に、本当に無限大に行っちゃうと、この境目の値はこれ0になります。0になりますけども、その n がすごく大きい途中のところでは、この急激に落ちているところが n-1 分のログ n になっていると思ってください。いいでしょうか。で、これが域値現象です。何かというと、この n-1 分のログ n というのを境にして、p がそれ以下だったら、それ以下だったら、得られるグラフは、ほぼ必ず孤立で持ちます。一方で、その p が n-1 分のログ n 以上だったら、その時に得られるグラフっていうのは、ほぼ確実に孤立点を持ちません。っていう、その孤立点を持つ、持たないという性質が、この n-1 分のログ n というところでバッサリと変わる。で、こういう現象のことを域値現象と言ったり、まあ、物理ではよく相転移を起こすというような言い方をするかもしれませんけども、まあ、こういうことが起きます。で、今その物理の話をちょっとしたんですけども、まあ、これ、こういうことはその、例えばなんだろう、水っていう、物質が
あるときに、水はですね、そのある温度を境にして、それよりも、温度が高かったら、液体になって、温度が低かったら固体になるとかって、まあ、そういうのはその小転移ですね、っていうふうに言われるような現象であるわけです。で、そういうものは、そういう現象っていうのは、その自然界にあるような、その物質とかですね、まあ、そういうものだけに起こるんじゃなくって、こういうその離散構造、グラフのようなもの、ランダムグラフですね、に対してもそういう現象が起きるんだっていうことを、まず、この例で知ってもらいたいというのが一つあります。で、もう一つあるのは、そういうそのなんか物理的な現象だとか、こういうその離散構造における現象っていうのは、非常に近い性質を持っています。その数理的に。数理的に非常に近い性質を持っています。なので、そういうものの、その、解析の仕方っていうのが、非常に近かったりします。だからですね、離散数学を勉強してるってことは、もうほぼ、そのままなんか物理学を勉強するようなものになっていて、物理学を勉強することはほぼそのまま、離散数学を勉強することになっているかっていうと、多分これは言い過ぎで怒られるんですけども、まあ、私自身の見方は割とそういう形になっています。まあ、だからその二つは非常に関係を持っているということですね。その二つっていうのは、物理学と離散数学ですけども。で、まあそういうものなんだっていう、世界の仕組みはそうなっているんだっていうふうに、まず思ってほしいってことも一つ、まあ、メッセージとしてはあります。で、そう思って、じゃあ今からやるのはこれを証明するんです。これ証明します。で、それを今からやっていくんですけども、じゃあもう少し具体的に、数式で何を証明するのかということを書きます。はい、それがこれになります。G というグラフは、今言っている L デシリンのランダムグラフという確率分布から取られるとします。で、その時に、どういうことが言えるのか。です。N は固定しませんね。何かというと、イプシロンという、正の実数を持ってきます。正の実数を持ってきます。これは0よりも大きくて1よりも小さいようなものを持ってきます。で、この変確率ですね、P が、さっき言っていた N-1 分のログ N よりもちょっと小さい。以下。だから、P が1マイナスイプシロンかける N-1 分のログ N 以下であるとき。このときには、この今選んできたグラフが孤立点を含む確率は1に近づきます。これは先ほどの図で言うと戻りますけども、先ほどの図で言うとこの左側ですね。この話をしています。で、一方で、P が1プラスイプシロンかける N-1 分のログ N 以上だったら、孤立点を含む確率は0に行きます。これ先ほどの図で言うと、この右側の部分ですね。このことを言っています。ってことを証明します。いいですか？証明したいことが何であるのかということはいいですか？これ理解できますか？何を言っているかありだけできますか？いいですか？これ今からやっていきます。で、やるのは何かっていうと、二つのことを、まあ、別々に証明していくということになるわけです。上のことと、下のことですね。でですね、いきなりその任意の正の実数、イプシロンっていうのを使うとややこしいので、まずは、イプシロンが二分の一の場合の話をしていきます。で、どっちからやるかっていうと、上からですね。上からまずやっていきます。で、これですね。焦点 V というのにじゃあ着目しましょう。が今そのグラフがあるんだけども、一つ頂点 V というのがあって、この V が孤立点である確率をまず計算しましょう。ではこれですね。G において V が孤立点である確率を計算します。じゃあいつこれ孤立点になるかっていうと、このグラフ G には V 以外に頂点がまあたくさんあるわけですね。そのラージ V マイナス V と。で、ここに頂点は何個あるかっていうと、N-1 個の頂点があるわけです。で、V から見たときに、この V が孤立点であるためには、その N-1 個の頂点とどこを見ても辺があってはいけないわけです。いいですか？ということは、V という頂点が孤立点である確率は、この V と他の頂点、どこにも辺がない確率と等しいので、で、その一つ一つの頂点の間に辺がないという事象は1マイナス P という
確率で置きます。で、それが n 引く1個あるので、v が小数点である確率は1引く p の n 引く1乗になります。いいですか？ここまでいいですか？ここまでいいですか？で、ここからが重要で、また、表示確率変数を考えます。表示確率変数を考えます。で、何を表す確率変数かっていうと、この V という頂点が孤立点であるかないかってことを1と0で表します。ですか？ XV というのは V が孤立点であれば1で、孤立点でなければ0という値を取る確率変数をします。で、この時、G における孤立点の総数を考えます。それを X という確率変数で表したら、先ほどの次数の時の話と同じように、X というのは XV の割合になります。ですね。XV っていうのは、それが1だったら、V が孤立点であることを表しますから、孤立点の総数が、この1となるような XV の総数になります。だから割になります。いいですか？で、これが一個重要なことと、で、もう一つ重要なことですね。G が孤立点を含むという事象はどういう時に起きるかっていうと、この X という孤立点の総数が1以上であるという事象と同じになります。で、確率も同じになります。G が孤立点を含む確率は、今考えているこのラージ X が1以上であるという確率と等しいです。だからこの事象としてこの2つ全く同じなわけです。この2つには G が孤立点を含むっていうのと、X が1以上っていうのは、これは事象として全く同一。全く同一ですよ。日本語はおかしい。同一。なります。ですか。だから確率等しいです。ってことなので、あと何が分かればいいかっていうと、この X が1以上である確率が分かればいいということになります。で、これを、真面目に計算するんじゃなくって、その極限が分かればよいという立場でやってきます。そうすると、先ほど言っていた、今、これ、イプシロンが、2分の1の時、のことから考えてるんで、1プラス、イプシロンかける、n マイナス1、ログ n は、2分の3かける、n マイナス1分のログ n の場合、考えてると思ってください。だから今、これですね。p が、あ、これ、大きい方からやってますね。すいません。P が大きい方からやってますか？先ほど言ったこと間違えましたけども、先ほど何言ったかっていうと、上からやると言ったんだけども、これ、本来やったら、これ下からですね。下からやってます。すいません。間違えました。下からやってきます。すいません。で、下の方を証明するんですけども、じゃあこの、P が2分の3かける N マイナス1分のログ N 以上の時、何かどうなるかというと、マルコフの不等式がまずこうなります。先ほどやった通りですね、マルコフの不等式。マルコフの不等式どんな感じだったかっていうと、z が t 以上である確率は、t 分の、z の期待値。これは不等式ですよね。z が正の値を取る場合。0以上の値を取る場合ですね。だったので、この x を z にしている。あ、z を x にしていると。で、t が1です。という形で、まずこの不等式を適用しました。で、ex が何だかってことを、まあ、分かれてるわけですね。とすると。で、EX っていうのは先ほど言った通り、XV の和でした。これ書きました。ですね。そのままです。これ X の定義ですね。X の定義を使って書き換えたら、期待値の中身が和になっているので、期待値の線形性を使います。なんかさっきと同じようなことやってるなっていうふうに思ったら、それは、正しいです、理解は。で、あとは、この、じゃあ、XV の期待値が何だか分かれば、この和が分かるということになりますから、それを計算しましょう。で、そうすると、XV は何だったかっていうと、ちょっと書くんですけど、XV は1か0の値を取って、1となるのは V が孤立点。やるときで、そうでないときが0。ということでしたから、XV の期待値っていうのは、1かける、V が、
孤立点であることと、プラス 0×、V が孤立点ではないと。こうなるわけですね。ってことは、これは、計算すると、ここに書かれているように、V が孤立点である確率になります。ここまでいいですか？そうすると、この、じゃあ V が孤立点である確率何だったかってことは、先ほどこれ計算したんですね。これは 1-P の N-1 乗でした。それ入れてあげますと。で、そうすると、この和の中身っていうのは、V という頂点に依存しないようになりますから、この和は、何になるかっていうと、1-P の N-1 乗を N 回足しているという形なので、N 倍になります。という形で、計算ができます。この量は何でしょうってことをちょっと、もう少し見てみますね。そうすると、これは、ですね、上からここに書かれているようで押さえられます。何やってるかっていうと、初回にやった重要な不等式があって、1プラス x は e の x 乗以下であるっていうのが、どんな実数 x に対しても成り立つということを言ってました。ので、この x として、これはマイナス p かな。と、これは得られます。ですかね。よろしいですか？まあ、じゃあすると、1-p は e の -p 乗と。ですね。っていうことを使ってます。いいでしょうか。で、そうすると、e の方は何とかで、n が前に残ってるんですけども、ちょっとこの形だとまだ考えにくいんで、もう少しちょっと変形します。すいません。その前に p は何だったかというとですね、p は2分の3かける n マイナス1のログ n 以上でしたから、それを使って p を置き換えると、不等号が得られます。ですね。マイナス1ですからね、不等号が不等号になりますね。で、そうすると、この n マイナス1はこれ消えます。相殺します。ので、e の方はマイナス2分の3ログ n が残るわけですね。うん。そうすると、この e のマイナス2分の3乗ログ n、これ何なのかっていうと、これをもしちゃんとやってみると、これは、e のログ n 乗のマイナス2分の3乗です。ですか？で、e のログ n 乗って何かっていうと、これ n ですね。いいですか？これ即座にわかんない。きっといるかもしれませんけど、じゃあ、即座に分かんない人のために、ちょっとちゃんと計算すると、例えばですね、y イコール、e のログ n とすると、これ、正ですから、これってどれだ ?e の何とか乗ってこれ正ですから、両辺対数がありますね。そうすると、ログ y は、ログ e のログ n になりますね。そうすると、このログ n は、前に出せます。ログ n かけるログ e になりますね。そうすると、ログ e これ1ですから、これログ n になります。つまり、この y と n は等しいことになりますから、この y は n ということになりますね。だから、e のログ n 乗は n になります。で、y イコール。いいでしょうか。ということで、この、e のマイナス2分の3乗ログ n っていうのは、n の2分の3乗になります。マイナス2分の3乗になります。ので、をかけてると。ですね。ですか。で、n かける n の2分の3乗分の1っていうのは、これ n の2分の1乗分の1ですね。こうですね。なりますから、これは n を無限大に持っていくと0に収束します。という形になります。いいでしょうか？ちょっとね、計算が多くて、こういうのややこしいっていうふうに思われるかもしれないんですけども、まあ、これ割と、確率ではこういう計算が割と多いんですよね。あ、離散確率。はい。で、なんかこれ、初回に言ったかもしれませんけれども、皆さんがですね、こういうふうにこの
不等式でこの議論していくのが苦手だってことを私は知ってるんですね。だから、NP の書式が違うのは、書式というのは、ちょっと待ってください。書式というのは、どこのことを指すのかがわかんないんですけども、すいません。どこのことでしょう。書き方というか、フォントのことですか。フォントのことですね。どこの P とどこの N が違うのかがちょっとわかんないんですけども。フォントのことですよね。フォントで、どの P、ちょっと待ってくださいね。どことどこが違うのか。N と P のフォント。あ、なるほど、わかりました。だから、例えば、ここを見たときに、その L、N は、いわゆる、ローマン体で、この M の方はイタリック体であるっていう、こういうことですね。これは、意味があって、N っていうのは、これは、ある自然数を表している記号です。記号で、LN っていうのは、これは、ログの記号なんですけども、これは、これだけで一つの、単体の意味を数学として持っています。だから、例えば、sinx とかっていうのも、あるんですけども、制限ですね。こういうものを書くときは、サインの方はローマンで書いて、X の方はイタリックで書くと。っていうふうにするわけです。で、まあ、こういう決まりになってます。決まり、まあ、これ、まあ、決まりだと思ってください。で、だから、まあ、ログもこういう形で書くと。だから、ログっていうのは、今これ LN 書いてますけども、だから、ログ Z とかっていうときも大体そうで、ログの方はローマンで書いて、Z の方はイタリックで書くと。いうことになります。で、例えば、ラテフで書くときには、例えば、sinx とかっていうのは、その、まあ、その数式記号のダラで囲って書くときには、サインは必ずその数学記号なので、バックスラッシュサインで書いて、で、その後に普通の x を書くという形になります。で、これはログとかでも同じで、ログ z。こんな感じで書くということになって。で、これは、いいんだけども、なんか例えば、それをやらずに、sinx とかって書くと、これはダメです。これは、ただ単に sinx という4つの文字が並んだ、なんか記号になります。で、これは普通は s×i×n×x というものを表すことになってしまいます。ので、そういうことを避けるために、ちゃんとローマンで書くと。だから、ラテフの場合は、このバックスラッシュをつけるということにしています。で、これが、このログ N のところの説明ですね。で、一方ですね、この E は、これは、流儀があるんですけども、ここでは、この E というのが自然対数の定であるということを表すためにローマンにしています。で、これはローマンで書く、流儀とイタリックで書く流儀があって、これはまあ、流儀なので、まあ、自分の思う流儀で合わせてもらっていいと思うんですけども、私はこの講義では、ローマンで書く流儀でやってます。これは実はその1回目の授業の、スライドを見てもらうと、実はその時にもうローマンになっているってことが、実はわかります。ので、そういう形で、私の講義は、この講義、二三数学の講義では統一しています。はい。そんな感じになります。なんか他にあるのはですね、微分の記号、微分の記号というか、D ですね。なんか例えばなんかその、sinx, dx とかってこういう、積分書きますけども、この D をローマンにするのか、イタリックにするのかっていうことも、これも流儀があって、
今からですね、非常に怒られる言い方をして、この怒られる言い方がですね、動画で残ってしまうのは問題あるかもしれませんけども、まあ、それは勇気を振り絞って言うとですね、この D を、イタリックで書くのは大体数学の流儀です。大体数学の流儀ではイタリックで書くんですけども、工学の流儀ではこれをローマンで書きます。まあ、工学の流儀とか言っていいのかな。まあ、工学でも、この D をイタリックで書くことはあるかもしれませんけども、でもまあ、その、まあ、じゃイタリックで書く流儀とローマンで書く流儀っていうのがあるってことだけは、じゃあ、お伝えします。だから、それは、割とその、分野によるというか、だからその分野によって、その数学記号の使い方が違ったりするので、まあ、そういうところは割と注意する必要があったりします。で、じゃあ、私自身の話をすると、だから私自身は、この講義では、そういう形でローマンとイタリックをちゃんと使い分けていると。いう形になっています。これで質問に対することになってますでしょうか。いいですか。はい。じゃあ、進めていきますね。で、ですね、何をやったかというと、これですね。P が2分の3かけるn-1 分のログ n 以上の時には、最終的に n を無限に足すと、無限に、0に行きますよってことを言いました。で、実はですね、だからこの場合はさっき言っていた、そのイプシロンが、イプシロンが2分の1の場合になってます。で、このイプシロンがこの2分の1ですね、この最後の n の2分の1のこの2分の1なんですね。これが実はこのイプシロンなんですね。だから今、この、式の変形の流れを一般的に、この2分、イプシロンが2分の1じゃなくて、イプシロン残したまま計算すると、最終的に、この n のイプシロン乗分の1っていうのが出てくることになります。それ実は次のページでやってるんですけども、そうですね。この次のページで、実際にそのイプシロン、より一般的な形でやってるんですけども、同じような計算ができて、最終的に n のイプシロン乗分の1が出てきます。で、n を無限大に飛ばすと、これ0になるということですね。ということなんで、これ何言ってたっていうと、x が1以上になる確率は0に行きます。つまり、孤立点が存在する、孤立点を含むという確率は、n を大きくすると0に行きますよという結論が得られるということになります。いいでしょうか。でこれが、その、先ほど2つ証明したいことといったことの片方の方になります。ですか。で、もう一方ですね。この p が小さい場合ですね、1マイナスイプシロンかける n マイナス1分のログ n 以下の場合は、同じようにやると実はうまくいかないです。そのマルコフの不等式を使ってもうまくいかないということが実はわかります。で、まあ、ちょっとなんでそれがうまくいかないのかっていうことの説明をちょっと省くんですけども、ここでは、この逆の場合はちょっと違うことをやっていて、何をするかっていうと、チビシェフの不等式を使うということをします。でチビシェフの不等式っていうのは、先ほどのマルコフの不等式とちょっと違うんですけども、マルコフの不等式から導かれる不等式になります。で、それを紹介して、ちょっと休憩しますね。ちょっと今、なんか喋りすぎたんで、休憩が欲しくなりましたんで、休憩します。でチビシェフの不等式はこういうものです。正の実数 t を考えるのは、マルコフの不等式と同じで、マルコフの不等式と違うのは、この確率変数が正の値を取るという仮定がなくなります。で、その時に、ここに書いてある式が成り立つっていうのが、チビシェフの不等式です。で、証明自体がマルコフの不等式を使うとできるので、まあ、ちょっと見ておいてほしいんですけども、じゃあ、それをじゃあ、見ておいてほしいという気持ちをお伝えしつつ、今からの証明ではこれを使ってきます。で、そういう気持ちで、ちょっとまた2分ぐらい休憩します。ちょ2分長いに1分半にしますね。で、1分半に休憩をします。はい。じゃあ1分半休憩して、そのもう片方の方証明を、チビシェフの不等式を使ってやっていきます。
はい、それでは再開します。目標はですね、何だったかというと、ちょっとさっき言わなかったことを、この戻ったスライドで言うとですね、G が孤立点を含まない確率がゼロに行くってことを言いたいんですけども、孤立点を含まないっていう、事象は先ほどのラージ X ですね、この孤立点の総数を表す確率変数を使って書くと、まあ、X イコール0と、まあ、書けるわけです。だからその X が0になる確率をまあ知りたいという形になります。だからそれが、目標になります。で、この X が0になる確率を知りたいんだけども、先ほどのこのチェビシェフの不等式を使うために、この X が0であるという、事象をですね、この次の形で書き換えてます。何かというと、X と X の期待値の差は、期待値そのものですよ、というふうに書き換えてます。ですね。これは同期であるといいですよね。これはその、また、この二つの、事象は同一だと。ことになります。だからこれはその先ほどのチェビシェフの不等式を使えるように書き換えたと思ってください。で、チェビシェフの不等式自身はこの部分が等式じゃなくて不等式なので、これをこう不等号にします。で、不等号にすると、こうすると、この下の方が、事象として大きいので、ここが不等式になります。ですか？で、この中の形が、チェビシェフの不等式の形にそのままそっくり似てるので、まだこれ似てるだけですかね。この、同じですね。同じなので、チェビシェフの不等式使います。使いました。これチェビシェフの不等式の結果そのままを使っています。で、そうすると、これ、見るとですね、x の2乗の期待値マイナス x の期待値の2乗って形になっています。で、分母は x の期待値の2乗なので、整理して、この形でできます。よろしいでしょうか。だからそうすると、分かればいいのは、x の期待値ですね。と、x の2乗の期待値が、分かればよいです。分かれば、この右辺が分かるということになります。ので、それを知りたいんですけども、x の期待値の方、こっちの方はもう分かってます。これさっきやったんですね。すでに計算済みですね。n×1-p の n-1乗。これすでに計算しています。で、分かってないのは、この x の2乗の期待値の方です。で、これ今から計算するんですけども、先に結論だけ言うと、これになります。ちょっともう、この知識何なんだっていう気分になりますけども、こうなります。で、こうなるってことを今から確認していきます。で、注意してほしいのは、一般にですね。一般に、x っていう確率変数の期待値の2乗は、x の2乗の期待値とは違います。ですか。その何でしょう。2乗がどこについてるのかということと違うわけですね。期待値を計算してから2乗を取るのか、2乗以下が期待値を取るのかって違うわけですね。これは注意してください。今からやるのは、この2乗の期待値です。で、これを計算していきます。いいですか？で、これができれば、ほぼおしまいです。で、じゃあ、X の2乗の期待値なのかっていうと、X は、これ定義ですね。X の定義から、XV の和の期待値でした。XV って何だったかっていうと、XV は、V が、孤立点ならば1で、そうでなければ0っていう値を取る確率変数でした。ですね。で、large X っていうのは孤立点の総数を表す確率変数でしたね。ですね。だからこの定義から変形できます。で、この2乗を、展開します。だから展開するために、2つの和にしてますね。2つの、あ、でも、いいですね。展開したらこうなります。展開したらこうなります。だから、U と V という2つの、添え字がついて、XU、XV の和になるという形になります。で、U と V は同じであっても構いません。いいですか？こうなります。だから、これは試験記しただけです。展開しただけですね。
で、そうすると、また期待値の線形性から、あ、その前にですね、期待値の線形性の前に、今言った通り、この U と V は同じかもしれませんから、同じである部分とそうでない部分で分けます。で、同じ部分、だからちょっと面白く言うと、U、V は同じであっても良いので、その同じ部分を前に書いてます。だからその場合には、V が遅い字として、XV の2乗が出てきます。で、違う部分が後ろに現れてます。で、どのように違うってことを表しているかっていうと、U という頂点を先に選んだら、V という頂点は U 以外から選びますという形で書いてます。で、XU、XV というのが出てくるという形になっています。よろしいでしょうか。いいですか。で、ここで注意したのは何かっていうと、この XV っていうのは、今これ2乗を前の方向取っているんですけども、XV の値っていうのは0か1なんですよ。定義から。だから2乗してもしなくても値変わりません。つまり、この XV の2乗っていうのは、そのまま XV と書き換えても構いません。なります。はい。で、ここで期待値の線形性かな。使います。そうすると、この和がバラバラになるわけです。あ、バラバラになっ、中身の和が一つを外して、ここですね。ここを出してきています。そうすると、この試験機をよく見てほしいんですけども、前の部分ですね。前の部分っていうのはこれ XV の和の期待値だから、これは X の期待値と等しいです。で、これはもう知ってると。さっき言ったものですね。で、後ろの方もまたバラバラにしてます。線形性で。期待値の線形性でバラバラにすると、和が前に出てくるという形になります。だから今、ここに書かれているものの中で、この EX っていうこの期待値、これはもうすでに分かっているものです。だから、あと分かればいいのは、この和の中身の XUXV の期待値です。これを知りたい。あ、あったじゃないですね。知りたい？なんでこれ。知りたいことになります。はい。で、これを今から計算していきます。流れはいいですか？いいですか？じゃあ、その、じゃあ、XUXV の期待値を計算していきます。そうすると、今、U と V が異なる頂点であるときですね。XUXV の期待値は何かっていうと、先ほど言った通り、まずですね、XUXV はどちらも値は0か1の値をしか取らないので、XUXV の値っていうのも、これも1か0しかありえないわけです。いいですか？で、XUXV が1となるのは何、いつかっていうと、XU が1であり、かつ、XV が1であるときで、そうでないときにはこの値で0になります。ってことは、XUXV の期待値っていうのは何かっていうと、1かける、XU イコール1かつ、XV イコール1、プラス0かける、確率そうでない。なので、これは、XU が1であり、かつ、XV が1であるような確率を等しいということになります。それが書いてあるのはここですね。じゃあ、XU が1であり、かつ、XV が1っていうのは、いつ起こるかっていうと、U と V がともに孤立点であるということを表したわけです。それは、XU と XV の定義そのものですね。だから、これはまた、その、事象として同一です。そうすると、ちょっと場所がなくなっちゃった。こんなに大きく書いちゃった。そうすると、何が分かるかっていうと、U と V が異なる頂点であり、その U と V が共に孤立点になるのはどういう時に起きるかと考えるわけですね。でじゃあ、図を書くとどうなるかっていうと、U と V という違う頂点があって、このグラフには他にたくさん頂点があるんですけども、たくさんの頂点っていうのは、何個あるかっていうと、N-2 個。
あるわけです。で、U と V が共に孤立点であるためには、どこに辺があってはならないかということを考えると、U とこの N 軸2個の頂点を結ぶような辺があってはいけないし、V とこの N 軸2個の頂点を結ぶような辺があってはならないし、さらに U と V を結ぶ部分にも辺があってはならないわけです。で、今この点線を書いた部分のこのペアの数、いくつあるかっていうと、U から見ると N-2 個右にあって、V から見ても右に N-2 個あって、U と V の間のペアっていうのを考えると、これプラス1になるんです。このペアの中に辺があってはならないことになります。で、これ足し合わせるとこれ 2N-3 になります。だからこの 2N-3 個のペアの間に辺があってはならないという事象の確率を考えると、それぞれのペアに対してその確率は 1-p であって、で、ペアの数が 2N-3 だから、1-p の 2N-3 乗になります。いいでしょうか。これが、XUXV の期待値になります。U と V が異なる場合。いいですか。で、ここでちゃんと、この期待値を計算するところですね。ここの部分で、U と V が異なるという仮定をちゃんと使っているということに今注目してください。ですか？で、これで計算したいものは全部わかりました。そうすると何かっていうと、先ほどの和は何なのかというと、中身が1-p の 2N-3 乗であって、理由の選び方は N 通りあって、V は U で選ぶから N-1 通りの選び方があるわけです。つまりこの和というのは、N×N-1× 期待値、1-p の 2N-3 乗になるという形になります。いいですか？これ先ほどの、計算に、つなぎ合わせると、こうなりますと。X の2乗の期待値は、先ほど欲しかった式ですね。なるということが得られます。わかりました。ということです。この部分がこの部分ですね。よろしいでしょうか。これで、核となる計算は全て終わりました。あとは極限を取るということをしていきます。以上をまとめると、これまた、イプシロンが2分の1の時の話をしてますけども、イプシロン2分の1なんで、この2分の1っていうのは、1-εの話ですね。このことを指しています。そうすると、孤立点を含まない確率は、先ほど、セビシェフの太子を使って計算した通り、この式以下になるということが分かって、で、この式の、この分母と分子、先ほど計算した通り分かったので、それを入れます。でそうすると N と P に関する式が出てきます。であとは、この、式を整理するということをやってきます。でこれはちょっと大変なんですけども、まあ、頑張ってやるわけですね。でまあ、まずどうやってやるかっていうと、まず、ここでやってるのは、この分子の部分が2つの部分が終わりになっているので、これ分けてます。分けましたと。で分けて、だから整理できるところ、これ多分整理するんですけども、例えばこの N1 個消えるとか、この 1-p の何とか以上たくさんあるから、これも消すとかってやると、まあ、こんな感じになります。あ、それやってません。すいません。今、その前に、そうか。それを、あ、それ次でやるんですけども、その前に、その前に、この、この n-1 を n に置き換えてます。この部分ですね。その方が、計算しやすいので、そういうふうにして、で、そうすると、ここ、不等式になると。まあ、別にまあこれやんなくてもいいんですけども、これやると後で計算が簡単になるんで、その先ほどのその相殺が簡単になって、嬉しいのをやってきます。で、そうすると、そうですね、相殺すると、後ろの部分は 1-p 分にしてみますね。嬉しいですね。で、前の部分はそのままという感じになります。で、ここで、どうするかというと、この p が2分の1かける n-1 分のログ n 以下だっていうことの仮定を使います。で、仮定を使って、なおかつ、2、つまりこれ仮定がまだこれ
ません。今、嘘を言いました。使ってません。ここで使っているのは、流れが、すみません。ちゃんと分かったので、いきません。先ほどのよく使う重要な不等式と言っていた、1プラス x が e の x 乗以下だっていう、式を使っています。それを、この部分と、この部分と、この部分ですね。に使っています。はい。で、これが得られるという感じになっています。この部分って言っちゃいけないかな。これは、ちょっと書き方がいけないかもしれない。使ったのは、この部分ですね。この部分と、この部分を使っておいた方がいいですね。で、この不等式が得られます。はい。で、p がこの後で、何とかいかだっていう仮定を使うと、今、ここに示すに付き合わせると、先ほどと同じ式で、その仮定を使うと、こういう式変形ができまして、ここからは先ほどの、極限をするとこの話と同じで、まあ、整理するとこんな感じになると。なりますね。なりましたので、n の無限大に飛ばすと、0になるということが言えて、結論が言えるという形になります。で、今、これは、エプシロンが2分の1の時の話を、してますけども、イプシロンが一般の時でも同じように計算ができるということが次のページに書いてあるので、皆さん見ておいてください。よろしいでしょうか。ちょっと最後、計算が煩雑かもしれませんけども、これは丁寧にやっていけばできますので、皆さんも実際にやってみてください。はい。つまり、G が孤立点を含む確率は1に収束すると。含まない確率が含まない確率が0にきますから、含む確率は1に行くということになります。ということで、このような図が必ず得られるということが今の話からわかるということになります。もう一度言うと、確率が n-1 分のログ n よりも小さい場合には、必ず、ほぼ必ず、孤立点を含むグラフが得られて、それよりも大きい場合は、ほぼ確実に、孤立点を含まない確率が、グラフが得られるということになるという相転現象が見られるということになります。で、こういう現象っていうのが、この離散構造とかランダムグラフでも見られるっていうことを今日は、学んでほしくて、しかもなおかつそういうことが、このような数学的な解析で導けるということができることが重要な話になります。では、今日の授業はこれで終わりになります。